どうも、マーケティングチャンネルの阿部です。小林です。それでは小林さん、本日のテーマをお願いします。今回のテーマ、ウェブ広告は天気を見ろ。天気を見ろってどういうことなのかっていうと、本当に物理的によく見る天気、まあ、雨、晴れ、曇りみたいな話の天気と一緒で、ウェブ広告っていうのは天気に結構連動していろいろ市場が変わるんですよね。でこれなんで変わるかっていうと超簡単で、天気によって人が携帯を触る時間が変わるからなんですよね。でウェブ広告って基本的にはネットに広告を打ってるわけじゃないですか。っていうことは、人が携帯をいじっている時間帯が増えれば増えるほどウェブ広告っていうののパフォーマンスは上がっていくわけですよね、はい。まあ、実際に 2,3 年前とかに緊急事態宣言が発令されて人が外に出なくなったわけじゃないですか、はい。その外に出なくなった結果ウェブのトラフィックっていうのは結構増加したわけですよね、はい。だから実際にその人が外に出ているかいないかっていうだけでもウェブのトラフィックっていうのはめちゃめちゃ増減するわけですよ、はい。っていうことは天気にこれって左右されるわけですよね。トラフィックも天気に左右されるんだけど、より左右されるものは何かっていうと、はい、意外と購買意欲だったりするわけですよ。例えば雨の日に欲しいと思うものと、晴れの日に欲しいと思うものと、曇りの日に欲しいと思うものと、雪の日に欲しいと思うものってのは全然違うわけですよね。だから自分の商材とかサービスがどの天気の日に一番 CVR が高くなるのかとかっていうのを知っておくと、その天気の日に向けた広告予算の使い方とかができたりするわけですよね。まあ、確かに商材のジャンルとかによっては雨の日の方が売れそうだなっていうのもありますし、うん、まあ、それこそ分かりやすいのは雪とかが連続して降ったりする季節とか地方だとマフラーと手袋とか、うん、この辺はなんかこうイメージする機会も増えて、うん、買いたいと思う人も増えそうですよ。今のはもう結構あからさまに分かるようなやつなんだけど、はい、じゃあ例えばファンデーション一つとってもね、晴れの時と雨の時って全然違って、要は雨の時ってファンデーションが崩れやすいんだけど、まあ、晴れの日って、まあ、すっげー夏の汗ダクダクになるみたいな時以外は、まあ、別に崩れなかったりするわけですよ。っていうことは雨の時の方がファンデーションへの需要っていうのは高まるわけですよね、はい。っていうことを考えると雨の日の方がファンデーションって売れるよねっていう論理になるわけですよ。だから晴れの時に広告予算を倍にするよりも雨の時に広告予算を倍にした方が、意外とその日に雨でファンデーションが崩れてこのファンデーションダメだって思ったやつが多いかもしれないです。だから天気によって需要っていうのはめちゃめちゃ変わってくるんですね。ファンデーションの話とかだと訴求の仕方とかも天気によって結構変わりそうですね。いや、そう、天気によって全然違うんですよね。だから結構いろんな商材が天気によって訴求を変えるとすごい急に効果が上がったみたいなことって起きるんですよ。で意外と晴れの時が一番効果が悪いんですよね。あ、そうなんですね。そう、晴れの時ってあの気分がすごいさ、なんか上がってるからみんな買ってくれんじゃねっていう風に思うんだけど、はい、晴れの時ってみんな携帯を見る機会がまず少ないわけですよ。だからトラフィックがまず少ないと。でかつ晴れの時って何かを買おうっていう気持ちで携帯あんま見ないんですよ。どっちかっていうとこれはすごい主観の入った仮説なんだけれども、はい、気分が満たされてたりするんですよね、その日。だから何かを満たすために無駄買いしようとは思わないわけですよ。なんだけど雨の日ってなんかもう外出るのもだるいし、なんか別に今日何もしてなかったし一回携帯見るかって言ってちょっとなんかアマゾンとか見た時にはちょっとこれ欲しくなってきたなとかっていうのがふと舞い降りちゃったりするわけですよね。一日の満足度が満たされていなければいないほどは人っていうのは物でそれを補おうとするから、晴れの時よりも雨の時の方が良かったりするっていうのがありますよね。でかつね、その圧倒的に効果が上がる日っていうのがあって、これはいつかっていうとこれは台風です。普通の雨とか雪とかのと何が違うんですか？これはもう明確な理由があって、はい、あの2つありますと。で1つ目は何かっていうと、台風の方がまず外に出ないと。だから普通の雨よりも台風何号が近づいてきましたってなると外に絶対に出ないんですよ人は。その結果、まあ、ウェブのトラフィック上がるじゃないですか。で2つ目の理由は何かっていうと、台風の情報がめちゃめちゃ来るわけですよ、プッシュ通知で。例えば LINE のさ、ニュースとかさ、スマートニュースのニュースとかさ、まあ、いろいろ Yahoo のニュースとか来るわけですよ。台風の情報がめちゃめちゃ入ってくるわけですよね。で、台風の情報っていうのは気になるわけですよ。自分が台風のど真ん中にいたら気になるじゃん。っていうことを考えると必然的にいろんなニュースとかアプリに接続するわけですよね。だから Facebook のニュースとかが来た時に Facebook を見て、で台風の情報を見ましたっていう、そこの下にちょっと商品の広告とか入ってるとちょっと気になっちゃったりするわけですよ。だから外に出ないという前提のトラフィックが上がる世界で、台風という要素が集客を勝手にしてくれるわけですよ。だから台風の日っていうのは一番 CVR が高くなる。まあ、なんかちょっと話がずれちゃうんだけど、例えば SMAP が解散とか嵐が休止とかさ、
そういうゴシップネタが来るじゃないですか。ゴシップネタっていうのもトラフィックめちゃめちゃ上がるんですよ。めちゃめちゃ上がるんだけど、それってゴシップネタの訴求が強すぎて、逆に CVR ってのは落ちるんですよね。購入率とか問い合わせ率って落ちちゃうんですよ。もうゴシップネタ見たいから。でも台風の情報って別にそんなすごい見たい情報じゃないんですよ。なんか安全か危険かとか、今台風がどこにあるのかとか、そういうすごい点の情報だけ知りたいんですよね。だからその情報でプッシュ通知とかが来ても、別にその情報をずっと見ようと思ってアプリとかに接続してないから、より購買意欲っていうのが増しやすいよねっていう話があるわけですね。なるほど。じゃあこのニュースの方は話題性が強すぎると良くないっていうことなんですか。強すぎると良くないっていう、だからいい塩梅なのがその天気っていうところなんだ。まあ、ウェブ広告マーケターっていうのは基本的にはその天気と連動させて、自社の商品とかクライアントさんの商品とかがどの天気のタイミングで一番売れるのかっていうのを考えるようになると、まあ結構面白いデータが取れるんじゃないかなと思っております。はい、ということで引き続きよろしくお願いします。マーケティングチャンネルでは明日仕事仲間よりも一歩利用できる情報をどんどん配信していきたいと思います。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。